どうもすいません、エリザベス女王杯出走馬前途について喋っていきたいと思います普段はなるべく色分けをしてましてレース前の予想動画はカラフルでレース後の結果分析を白黒っていう風にしてたんですけれどもただ今回に関してはエリザベス女王が亡くなられたということで白黒で予想動画もやらせてもらいますそれで今回本命馬を選ぶの難しかったですね まあ本来だったら両馬場だったら波ルを本命にしようかと思ってたんですがちょっと雨が降りそうなのでまあ馬場が荒れてることもありますし雨が降ってっていうことになると結構そのコーナーからタフな流れ直線に関してもある程度ジョッキーにパワーが必要な展開がありうるということでそうなってくるとやっぱり外国人騎手 もしくは日本人ジョッキーの中でもパワーがあるかうまいジョッキーその辺を選びたくなるなっていうようなところがありますどの馬が逃げそうか逃げたそうかなんですがローザ・ノワールウィン・キートスこの辺が逃げる可能性が高いかなっていうふうに思いますね、まあ、この2頭があんまり行く気見せなかったりダッシュがつかなかったら他の馬たちが行く可能性はもちろんありますねでローザ・ノワールに関してはですねさすがに距離が長いかな っていいう,うに思いますね、まあ、今調子がいいのでもしかしたらもう本当にノーマークで逃げさせてもらったら持つ可能性はある気あるんですがまあパパが渋ってパパも荒れててっていうことになるとちょっと2,000ぐらいまでじゃないとっていうようなイメージはありますね。まあそれでウィン・キートスに関しては距離問題ないですしこのまもしかしたら雨がすごい降った場合だと。 主不良馬場の鬼の可能性もありますのでまあそういった意味ではなんかこの馬が逃げれてノーマークでっていうような形でパパが悪くて他の馬たちが苦しんでいる中でウィンキートスがっていう可能性もあるっちゃあるんですがまあただ基本的にはローザ・ノワールが逃げる可能性が高いかなっていうことになるとウィンキートス自体2番手を取れるかどうかも分からないですしポジションが悪くなればなるほどちょっと松岡騎手あんまり。 動かかせるイメージがななくなってくるのでまあその基本的にはローザ・ノワールが逃げる可能性が高い中で考えていくと、まあ、田中勝明騎士は馬,馬が引っかかったり行きたがる感じだったらスッと生かすことあって平均ペースとかハイペースになることもあるっちゃあるんですが基本的にはスローに落とすことが多いですし。 でまあ、多分あのマークが甘いだろうということで、あのー、ペースを落として勝負どころからもペースを上げるんだろうけどある程度きれいなペースメイクする可能性があるんですよね。でそれでローザノワールが距離全然持つんであればそのきれいなペースメイクでも直線半ばぐらいまでは引っ張っていってっていう可能性はあるんですがちょっともしかしたら4コーナー前後もしくは4コーナーの手前のところで。 苦しくななるる可能性があるかなっていうことを考えると、まあ、そこで入れ替わりが発生してでしかも馬場が渋ってる馬場が荒れてるその中でコーナーからの入れ替わりっていうことになるとそこでついていける馬とついていけない馬とかが出てくる可能性もあったりなんかして、まあ、その辺をイメージしていろいろ考えたんですがあのーまあ、ちょっと馬場が渋ってですね、まあ、主に不良馬場とかまで行くと本当に末足がそがれる。 ようなことがありますので縦長になったりなんかすると前目の方もしくは4コラナの時点で前目についている馬が有利っていうことはあるんですがでもそのローザノワールが早めに手応え悪くなって入れ替わりの激しいっていうような感じになるとそこまで縦長になるのかなっていうところがあってある程度まあ縦長になったとしても団子になっている部分もあるっていうような感じになるイメージがあって。 まあ先行馬というか早めに先頭に立って正攻法の競馬しようとする馬たちに関してはちょっとその後ろからのマークはある程度されてしまうのかなというようなイメージがあるのでまあ早め先頭とかもしくは好位から正攻法の馬よりも少し後ろぐらいの馬を狙いたくなるっていう。 本来だったら前から1番手2番手3番手4番手5番手ぐらいまでばらけててその辺の中でばらけたところで先行マイペース抜け出しみたいなそういうイメージが湧く馬が狙いたかったところはあったんですがまあただ結構先行したいような馬が多いですよね。でマジカルラグーンって外国では先行して2番手とかもしくは逃げたこともあるような感じなんですがちょっと 結構行きたたいい日本の馬ちがいるんでポジション悪くなるんじゃないかなっていうふうに思っていてでそれだったらウィン・マリリンだったらある程度いいポジション取れるんじゃないかと思ったんですが、まあ、でもウィン・マリリンってそんなに必ず花とか2番手とかに行くっていうような感じでもないですしとなるとやっぱりある程度控えることを考えてるんじゃないかなっていうふうに思うとウィン・マリリンもポジションが悪くなる中段ぐらいになる可能性があるんですよね。で どうせ中段ぐらいのポジションになるんであればマジカルラグーンとウィン・マリリンどちらかというと素足の破壊力はマジカルラグーンかなっていうふうに思ってまあやっぱりあのポジションが悪くなった場合に取り戻す足があるかっていうところでそこで考えたのがマジカルラグーンの方なんですよね。まあ、ただこのマジカルラグーンって基本的にはもまれるような競馬最近してないですよね。 ですから馬群の中入っちゃったりごちゃごちゃしたりした時に嫌気ささないかとか、まあ、ちょっと勝負どころで反応悪いズぶさなんかもあるタイプでもあるのでその辺で嫌気ささないかとかその不安もあるので、まあ、結構あのそうです、ね、最終的にマジカルラグーンに二0丸を打ったんですが自信の二0丸とまではいかないのは、まあ、それぞれほ、まあ、他の馬たち含めて欠点があって不安点があるっていうことですね。 それでもうちょっとコースについて話しますとこの阪神内回り 2,200m は宝塚記念で使われるコースですね。今年は京都競馬場が改修工事中ということで阪神で行われるエリザベス王杯なんですが。 で宝塚記念の時っていうのは、まあ、天気が悪い季節でもあったりなんかして芝とか馬場の状態がタフになりがちなんですが、まあ、ただ近年は比較的馬場が良かったりなんかして宝塚記念らしくないスピードと器用さで決着するようなレースもあったりなんかしたんですが、まあ、ただ、あのー、基本的にはその馬場うんぬんよりもコース形態としてある程度タフさがあるっていうようなコースなんですよね。 ですからある程度コーナーから厳しい競馬になったとしてもついていける素足の持続性直線半ば以降も足が続くっていうような馬が基本的には有力になりがちなコースなんですけれどもさらに今回は馬場のうちの方が荒れてきていて雨が降ってそれで条件戦使われるんでうちの方が掘られていくっていうことを考えるとまあエリザベス女王杯の頃にはある程度うちの方が悪くなってるなと思いますし。 そういった中でもしかしたら先行馬がですね馬場の悪いうちを嫌って4コーナーもしくは直線向いたところで馬場の真ん中どころに出す可能性があってそうなってくるとその後ろの馬群全体がですね外に振られる可能性があるんですよね。でさらにあの外外を回っているような馬なんかは外に振られるみたいなそういうようなロスが生じる可能性もあるので。まあ、それを避けて 馬群の中もしくは一旦うちに入るみたいなそういうような足の使い方とか進路取りが取れるような馬は比較的その何て言うかどういう展開にも対応できるっていうような感じになるとは思うのでまああのマジカルラグーンとかだったら多分一旦うちに入ったりもしくは馬群突っ込んでも刺す。 でできるる気がするんで、ままあ、さ,さっきあの「もまる弱いかも」とは言ったんですがただあの直線向くまで足が止まっていれば直線勝負だったら馬群の中は多分あんまり問題ないタイプだとは思うので、まあ、そういった意味で期待しているところはあるんですがそれでは右の方から一つずついきます栗のプレミアム栗のプレミアムは一時期松岡騎手が重傷で好期使用して重傷を勝ったりだとか。 中で構想したたりっていう時があったんですが、まあ、ですもやっぱり1008とか2000ぐらいまでじゃないとなんかそういうような立ち回りでハマるみたいな競馬ができるイメージが湧かなくて瞬発力もパワーもスピードもちょっとずつ劣る馬かなっていうふうに思いますし、まあ、距離的にもちょっとごまかしが効かないあのこの馬場状態っていうことになるとかなり微妙かなっていうふうに思いますね。 ローザ,ノワー,ルローザノワールについては最初にも言ったんですが、まあ、この馬も、まあ、ベストは多分 1,800m だと思いますんで距離的には2,200は荒れた馬場渋った馬場だとちょっと長いかもなっていうふうに思いますね。パンパンの量とか綺麗な馬場だったら2,200をこなす可能性普通にあるとは思うんですが、まあ、ちょっと半身の 2,200m 内回りコースで馬場かっていうことを考えると ちょっと微妙なんじゃないかなと思うんですがまあ、ただ調子はいいので、まあ、もしかしたら本当に楽なペースで大逃げみたいな感じになったらそのまま残っちゃう可能性はゼロではないとは思いますねピンハイピンハイは前走条件戦で後方から外から綺麗に差し切ったということでそれで穴馬として狙ってる人結構いるみたいなんですがまだ、あ、ただ あのまあ、いつも言ってるんですけれども競馬って基本的にはばらけたポジションが一番乗りやすいんですよねで後方3番手でばらけてましたし前の馬群を見ながらですねあの辺で足を貯めるっていうのは追い込み馬としては本当に理想的な形な形んですよねであの他の馬に外からかぶされることもなく直線向いたところで外に出してっていうような外差しがどハマりするような乗り方の典型ではあるんですよね。 まあもちろんそのピンハイに能力足があってさらに川田騎手も技術的にも追えるジョッキーっていうのもあるんですがまあやっぱりあのまあ勝てたかどうかはともかくあの形になれば足のある追い込み馬であればある程度いい足は使えるっていうようなそういったような理想的な進路は取れてたんですよねただあのかした2着の馬が結構強くてですね まあ,あの馬を差し切ったということを考えるとピンハイの能力の高さ素足の良さっていうところは感じますしまあ、あとはそうですね実際にオークスなんかでも構想したりなんかはしてますんでまあここははまったら可能性としてはあるとは思うんですが、まあ、ただその例えば今まで下手なジョッキーが乗ってて川田騎手に乗り換わったとかならちょっと考えるんですが高倉騎手ってそこそこうまいジョッキーなんですよね。で オークスに関してはちょっとちに入ってしまったんであの進路取り打ちつけをしてしまった進路取りのミスが大きかったんであれがなければ三着争いとかしてた可能性があるそういう進路取りのミスは高倉騎手にはあったんですがただ技術的なレベルに関してはある程度いいものを持っているジョッキーなので川田騎手に変わったからといってもう2つ3つ上を目指せるとかそういったようなことではないんですよね。 それと気になるのはですね、前走勝った時でも直線でなんかふわっとしたりだとかなんかもたれそうなイメージが湧くようなそういったフットワークが体幹があんまり安定してないっていうところがあってそう考えると相手関係が強くなってコーナーから足を使わされたりなんかするとバランス崩したりだとか。 溜めが効かない可能性もありますので、まあ、そういった意味での,そのコーナーからの底力勝負になった場合の不安点があるかなと思うんですが、まあ、ただこのピンハイっていう馬はデビューして間もない頃から馬群の中から抜けてくるような競馬してて結構馬群の中平気なんですよね。でそのフラフラしそうな感じとか集中力が切れそうな感じに関しても馬群の中が入っちゃえば。 逆にその接触とかしても集中力が続く可能性もあったりなんかして、まあ、投資に火がつく可能性もあるタイプの馬でもあるのでそういう形のはまり方でタメが効いてっていうような形だったら可能性としてはあるかなとは思いますんでその可能性は怖いんですが、まあ、ただ基本的にはやっぱりコーナーから厳しくなるとちょっと現時点では微妙かなっていうような印象はありますね。デアリングタクト。 デアリングタクトは、まあ、宝塚記念の時はちょっと動きがマシになってきたということで注目はしてたんですがまああの外からじりじり伸びてしぶとく三着拾ったっていうところで、まあ、頑張ったかなとは思うんですが、まあ、ただやっぱり、あのー、三冠取ってた頃に関してはもうちょっと全体的に洗練された馬体で軽さとキレがあったわけですよね。でも 牝馬って一回調子を崩す,と崩すとなかなか戻ってこないですしあとは牝馬は基本的には繁殖牝馬としてお母さんとしての役割があるんでだんだんと肉付きが良くなってしまったりするところがあって、まあ、ですからこのデアリングタクトも3歳の頃の馬体に戻るのはもう難しいかなっていうふうに思います。でそういっった中でも今のデアリングタクトははは、まあ、ある程度は動きは戻ってき戻ててて キレとか瞬発力はあんんまりないんですがただしぶとさとか能力パワーはありますのでその辺を生かせればいいんですけれどもまあでも馬場が荒れて馬場が渋ってっていう中でっていうことになるとこのずぶいタイプはですね例えば外国人ジョッキーがここで乗ったりなんかしたら僕は本命打ってた可能性はあるんですが。 まあ,そうですね、あの、まあ、そんなには動かせるジョッキーではないので、まあ、動かしやすい隊列もしくは他の馬たちが先に足使ってくれてあの乗りやすいとかそういうような感じにならないと、まあ、まともに他の馬が作る競馬に飲まれるような展開になると進んでいくかどうかがわからないところはありますね。外国馬マジカルラグ マジカルラグーンについてはさっきも言ったんですがとにかくもまれるような競馬を最近してないのでもまれ込んだ時に進んでいくかだとかあとは緩急のある展開の中で日本の競馬でそこのペースチェンジの部分でついていけるかどうかその辺は不安かなとは思うんですが、まあ、ただこの馬は底力で言ったらやっぱりナンバーワンかなっていうふうに思いますしそれでまあほんの数レースしか見てないんですがこの馬のいいところは。 た叩き合いになった場合ですね並んだらグイッと首ぐらい前に出るんですよねでそういうのっていうのは「サンデー・サイレンス3区」にすごい多かったんですがまあそういう馬の特徴としてはですねまずその他の馬が並んできた時に勝負根性があるということあとはその一漢歩2漢歩でグイッと出るだけの脚力があるということそれともう一つは能力的に余裕があるということなんですよね。 ですからこのマジカルラグーンに関してはその3つの要素を持ち合わせているということで今までのレースも能力を出し切ってない可能性が高いですし追い切りを見た時にですねちょっとその全体的にその整った感じでワンペースで同じように走るんじゃなくて一瞬。 足に力が入って脚力体に力力、力ががが入入っってて脚体ガッと伸びる瞬間がある。瞬間あこれっていうのは隠し持ってる能力エンジンでもありますんでそういうようなものを持ってるっていうことを考えるとやっぱりハマった時には能力を出し切った時にはここでは強い競馬をしてくれる可能性が高いということですね。まあ、それで前走4着か5着ぐらいに負けたんですがそのレースで勝ったのがアルピニスタ外戦門商馬なんですよね。 で2着の馬もその後アメリカのブリーザーズカップの牝馬のフリーズメアなんたらかんたらでしたっけそれ勝ったとかそんな話もありますし、まあ、メンバー的にも揃ってたっていうのもあるんですがそれだけじゃなくてマジカルラグーンがまともに競馬してないんですよね。というのは逃げてしまってましてで逃げてしまうとペースメイクが下手くそだとただの目標をされたりなんかして背面潰されたりなんかして。 馬の気持ちが切れるような競馬になってしまうことがあってその典型だったのが前奏のマジカルラグーンの乗り方なんですよね。ジョッキーがペースメイクできてないただ先頭に立っているだけっていうような競馬で早めに外からかぶされて馬にめちゃくちゃ負担をかけてしまってるっていうような競馬になってないんですよね。ですからあの今回に関しては多分逃げる可能性は低いと思いますしまあマイペースで足を貯めて直線向くことができれば。 直線の足もあるでししょうしポジションが悪くなっても、まあ、気持ちさえ切れなければも、ま、もまれ弱さとかが出なければ、まあ、いい足使ってくれる可能性が高いんじゃないかなというふうに思いますしまあ馬場に関してはもうちょっと両馬場とかの方が良かったかもしれないんですが、まあ、でもヨーロッパの馬場は基本的には湿っていますので、まあ、日本の湿った馬場荒れた馬場が合うかどうかともかく まあパワーはあるということで、まあ、とにかく自分の力を出せるかどうかがまずですね鳳凰エ,エミーズはマルタ騎手が乗ってきた中で、まあ、なかなかその本格化しないというかですね、まあ、気象的に難しいところがあったりだとかあとはパワーが足りなかったりっていうところがあったんですが前走ちょうどマルタ騎手が乗ってない時に限って馬が すすごい良かったんですよねガラッと馬が変わってて、まあ、西村敦也くんもある程度上手いジョッキーなんですがその中で、まあ、あのいいしして勝ちました、まあ、ただやっぱりメンバー的にあんまり強くなかったですしあとはちょっと馬群の中に入ってで真ん中どころから抜け出せる、まあ、うまくはまった部分もあったかなっていうふうに思いますしもしちょ,ちょっと内に入ろうとしたんであのまま内付きみたいな感じになってたら負けてたでしょうけれども。 うちに入ろうとしたら前が開かなくて外に立て直して、まあ、それで前がスコーンと開いたような感じなんで、まあ、そういう偶然もありましたんでまああんまり高く評価しすぎるのもどうかとは思うんですがまあでもあのぜ馬体全体のバランスも良くなって力強さパントしてきましたしさすがに相手は強いんですが丸タ騎手だったらもしかしたらごまかしながら回ってきて足をためながら回って。 直線真ん中どころ外に出すとかそういったような競馬ができる可能性もありますのでさすがにまともに自力では難しいところがあって他の馬たちが先に苦しんでくれるそういうはまり方があればというような感じなので思い印までは打てないんですがまあ穴馬としてはですね手広くだったら手広くの穴馬としては面白いところあるかなと思ってますね。伊豆城の奇跡伊豆豆のの奇奇跡跡は まずっとどっかで狙おうとは思ってたんですが、まあ、前奏府中品バステックス、まあ、ちょうど人気がない時にいい形にはまりましてさらに育しをかわして単勝までっていうところで、まあ、あの時は狙い時だったなっていうふうには思うんですが、まあ、たださすがに今回は相手が強いっていうだけじゃなくてまだパンパンの量とかだったらいいんですがババが荒れてきてさらに雨が降って渋ってっていうことになると。 ちょっとコーナーから足を使わされると直線足が残るのかなというようなタイプでもあるのでまルメールキシなんでうまくごまかして回ってきたりとかいいタイミングで仕掛けたりとかいい進路を取ったりとかそれでなんとかカバーする可能性はあるんですがまあかなり条件としては厳しくなってきてるかなと思いますのでまあでもその貧弱な感じはだいぶ ななくなってきてきますのである程度の自力勝負にも対応できると思いますし去年のエリザベス女あ杯和田隆二騎手が乗ってもあれぐらい走ったわけですからまあ溜めさえ聞けば直線向くまで試めさえ聞けば直線ある程度いい競馬ができたっていうところもあって今回もためが効くかっていうところですね。アンドバラナウトアンドバラナウトもちょっと狙ってみたくなるタイミングですね。 あの今回福永騎手がクビになってムーア騎手に乗り換わっていてで本来だったらこのアンドバラ・ナウトって自分から行きたがるぐらいな反応のいいタイプなんでそう考えると立ち回りのうまい福永騎手でも良かったんですけれどもここに来てですねちょっとアンドバラ・ナウト少しずぶさが出てきたところがあって。 まあ、パワータイプとまではいかないんですが、まあ、ある程度パワーもついてきててずぶさが出てきてっていうことになるとそうなってくるとこういうムーアキシュみたいなオ l ルジョッキーが乗った方がいい時期入ってきたんでこの乗り換わりのタイミングはいいんですよね。まあ、ただやっぱり長く足を使うタイプと比べると使える足が短いところはありますので例えば直線向くまで足が溜まって直線だけ足を使うとかその形だったらムーアキシュで。 しっかり持たすっていうようよな競馬できる可能性があるんですがコーナーからも足を使ってさらに直線でも足を使うみたいなそういったようなことになるとちょっと厳しいかなっていうような感じがあるのでやっぱりうまく馬群の中とか前に壁作りながらためながら回ってきて、まあ、直線向いてどっかですっと抜け出すそれをムーア騎手が持たせるみたいなそういったような競馬がはまれば、まあ、今のこのアンドバラナウトだったら自力勝負にも 多少は対応できそうだなというような感じにはなってきてますのでいいんですがまあ距離的にはやっぱ1,008ぐらいの方がいいかなというような感じなのでまあずるさ出てきたんで距離は持つ可能性もあるんですがまあやっぱりその条件がそこまでいいとは言えないところもあるんでほ、まあ、他の馬の方が魅力を感じてしまったっていうところもありますね。ウィンキートス ウィンキートスについては最初にも言ったんですがもしかしたらこの馬主不良馬場の鬼の可能性もありますしマイペースで逃げさせてもらうもしくはバラける展開で2番手3番手からスッと早めみたいな競馬ができたら怖いところはあるんですが、まあ、ただこの馬、あのー、先行タイプの割にあんまり器用じゃないんですよね。でですから、あのー、うちの方で 足を溜めるバグンで足をためるっていうような形で直線スッと抜け出すそういうような競馬ができるかというとあんまりそういうのが上手じゃないところがあってあの打ち目でためて直線外に出すみたいな競馬中山でしたことあるんですがその時は斜め前ににスムーズに進路がいいたううような感じで結局はマイペースででで加速できてたんですよ、ね、ですからなんかブレーキ踏みながら小足使って馬群から抜け出すっていうようなイメージがなかなかわかないところがあって。 まあそういった意味ではちょっとでもポジションが悪くなると動かすのが難しくなる可能性があるかなというようなタイプなんですよね。ただ能力はある馬ですし例えば外国人ジョッキーとかが乗ってたらもっと高く評価してはいましたのでとなるとそういうようなあの難しい競馬にならなければ構想する可能性はあるということで、まあ、そういった意味ではあのなんかはまりきった時にはっていう怖さはありますね。 スタンニングローズスタンニングローズは、まあ、どうしてもですね g 1となるとジョッキーのレベルが低いとですね本命打ちにくかったり重い印打ちにくかったりするところがあって、まあ、それで前奏の秋華賞に関しては馬の能力は認めてたんだけれどもジョッキーが動かせるかとかっていうような不安から評価を下げてたっていうところがあります。た、まあ、ただそそういった中でででも後位から競馬できてそれで 前の馬たちもちょうどいい感じで引っ張ってくれてちょうどいい目標になる馬がいてでしかも前の馬が直線でばったり止まってくれたん,でスタンたんですよね。あれがまた周りの馬たちもしくは前の馬たちが抵抗するような感じになると馬っていうのはずぶさが増したりなんかしますんで苦しくなって気持ちが切れるとかジョッキのレベルが低ければそういうふうになる可能性が高まるんですが。 まあ前走なんかは本当にスムーズにいってスタニン,ングローズも多少のずぶさはあったにしてもしっかりと伸びてっていうまあ馬場なんかもある程度良かったので何もかもがうまくいったかなっていうような内容なんですよね。まあ、ただあのそれに関してはさっきから言ってる通り能力もある馬なんでスタニン,ングローズは能力を出し切ればここでも勝ち負けできる能力はあります。でも今回にに関しててててはババが荒れてきてさらにぶって さらにいいジョッキーが多いっていうのメンバーでもあって、まあ、コーナーからある程度ストレスがかかるような展開になる可能性があるとなると、まあ、直線の入り口とか直線半ばぐらいまではある程度いい競馬しやすいかもしれないんですがそれ以降ですね最後の一踏ん張りっていうところまでうまくいくのかなっていうのは、まあ、やっぱり隊列とか進路取り仕掛けがはまれば。 問題ないんでしょうけれどもそんなに楽な競馬させてもらえるのかなっていうところはありますねナミュルナミュルに関してはまあ、最初にも言ったんですが両馬場だったら本命にしてた可能性がありますというのは前走の周過賞はですねやっぱりナミュルが一番強い競馬してるんですよね勝ったスタニン,ングローズに関してはさっきも言った通り前目で流れに乗って自分の競馬ができた 3着だったスターズ・オン・アース3回牝馬がかかってた馬が出遅れて負けたんですがそのスターズ・オン・アースに関しては出遅れても馬群の中から足を使って伸びてきたそれを強いっていうふうに言ってる人多いんですがあの別に馬群の中突っ込んで足を使うっていうのはそんなには能力はいらないんですよね。外回る方が自力とか能力を必要とするんであって。 馬群の中っていうのは進路が開かないっていうリスクはあるんですがあとは馬が気難しさを出すかもしれないっていうリスクはあるんですが基本的には馬群の中とかそういうとこ突っ込んだ場合だと足のある馬だったらそんなにはきつい競馬ではないんですよね。まあ、ですから波うるの場合だと道中から中段の外にいてで4コーナーでも外分回しに近かったですしさらに言うと直線の入り口ですねあそこ。 入り口はですね、まあ、急に加速させちゃうとその後に急坂が待っているのが阪神なんであそこの直線の入り口であんなに足使っちゃいけないんですよね。で見ればわかるんですが波よる急に加速させすぎたがために馬が空回りしそうになっては走りが抜けちゃいそうな感じのフットワークに一瞬なってるんですが、まあ、ああなってしまうとスムーズな加速ができてないんで普通の馬だったら。 止まるんですけれどもやっぱりあそこから伸びたというのはナミールの脚力能力の高さ勝負根性っていう良さがあって最後までしっかり伸びてあと数十メートルあったらもしかしたら勝ったかもしれないというような足入れをて伸びてきてましたよね。ですからあの横山武志騎士はだいぶ雑に乗ってしまったんですがそれであそこまで来たわけですから馬はだいぶ強いということですね。まあ、ででででももそういいった中でも今回両馬場ではないので ババが荒れてきてますしババが渋ってっていうことになるとやっぱり今までのようにその雑な乗り方だとさすがに外国人ジョッキーとかいますんで勝ち切るの簡単ではないかなっていうふうに思いましたんでまあただやっぱりそのある程度中段もしくは中段よりもちょっと後ろ辺りで足が溜まってっていうような形だと。 馬場がダメとといいううわけででははないとは思うのでちょっと横山武志騎手は重傷とか g 1でプラスアルファを生んだことはまだ一度もないのでその辺のやっぱりジョッキーのレベルの差っていうところパワーが足りないジョッキーっていうところその辺なんかも心配なんですが、まあ、ただナミ波ールはとにかく直線向くまで足がたまればある程度はいい競馬するそういったような馬ではあるので、まあ、どっかで足が溜まって直線。 真ん中どころ外への意識で乗ってっていうような形だといいけばできるる可能性はあるかなっていう,ふうに思います、ねまあでもちょっとこの波打ルなかなか g 1勝てなくてもう本来だったら阪神ジュベナイルフィリーズですね2歳の時に g 1勝ってた馬なんですけれどもクリスチャン・デムロク氏が打ちつきみたいなとんでもないミスをしてしまいましたし、まあ、その後も横山の武志騎手の未熟さっていうところで。 取りこぼしてきたというような感じで。まあ、一回や二回取りこぼすならわかるんですが、クリスチャン・デ・ムーロ騎手含めて。イレース取りこぼしたわけですから。まあ、ちょっとかわいそうだなっていうふうに思うところはあります。ルビー・カサブランカ。ルビー・カサブランカは全く人気がなくて。まあ、なんでこんな馬高く評価してるんだっていうふうに思うかもしれないんですが。あの、この馬、ガラッと馬が変わってきましたね。あの、もともと。 ムードインディゴ3区でムードインディゴって結構走った牝馬ですしまあ血統的にブラックタイプですね活躍する血統でもあるわけですよねであのキングカメハメハって男馬だとちょっと早熟気味というかですね男馬の場合だと小馬になってから成長する馬少ないんですが牝馬に関してはキングカメハメハって結構。 晩成型が多いといとうかでですすすね成長する品馬多いんですよ、ね、で、このルビー・カサブランカ5歳牝馬なんですけれどもここに来て馬が本格化したなっていうところがあってでこの馬はですねもともとそのパワータイプというかですねあの力強さ素足の持続性とか素足のタフさっていうところで勝負する馬でその中で気象的に空回りしたり好不調の波を が繰り返されたりだとかして噛み合わなかったところがあるんですが、まここに来てまその辺の欠点が全てほとんどなくなってきたっていうところがあって、やっぱりそのパワータイプ、しぶといタイプっていうのは成長し始めると化けるところがあるんですよね。で、今回というか前走あたりぐらいから化けてきてるって言うところがありますし、あの結構外回りながらロスのある競馬したんですが、最後までしっかり伸びてた。前走でさらにあのレース以降。 今回のの追い切りの気配なんかもいいですし、他の馬たちと比べて距離的な不安もあんまないですしこういうようなタフなコースへの対応に関してもどちらかというと向く可能性の方が高いということ、まあ、そう考えると実績はないあとは強い相手とレベルの高い勝負で勝ち負けしたことがないっていうところはあるんですが、まあ、ただ 牝、まあ、馬同士ですんで牝馬に格なしっていう言葉が競馬界にはあるようにやっぱり調子がいい馬もしくはあの本当に力をつけてきたような馬っていうのは注意が必要ですしまあもうちょっとスケベ心が出るようだったら本命打ってたかなっていうぐらいそれぐらいいいタイミングかなと思います。で横山和男騎手もある程度馬を動かす技術はある力きですし。 まあ安定性ということに関してはちょっと最近はあんまり安定してないんですけれども、まあ、ただハマった時にはいい記事をしているところもありますので、まあ、そういった意味ではまあこの追い込みタイプしぶとい長く足が使えるタイプっていうのは面白いかなと思ってますね。ウウィィンンンンママリリンウィンマリリンに関しては、まあ、ウィン・マイティと一緒にオークスの時に高く評価し始めた馬なんですけれどもそうですね ま以前のイメージでいくとどっかでオールカマーかなんかですかね中山の2200か2500かどっかで狙ったことがあったと思うんですが以前のイメージだとちょっと華奢なイメージがあるというかある程度スピード競馬で好意で足ためて直線抜け出す切れる足を使うっていうようなイメージがあって。でまあ、2年前に エリザベス上杯ここと同じ舞台で構想したんですがその時なんかだとまだパワーがそんなにはなかったかなというのは印象なんですよねあの。外差しの展開で打ちつきをするような形で、まあ、能力的には勝ち負けできたんだけれども勝ち負けできなかったのが2年前なんですがその2年前と比べて今のウィン・マリリンは瞬発力キレはちょっと落ちてるんですがただパワータイプによってしぶとさはありますし。 まああのー、馬っぷりのいい馬で単純に能力の高い馬なんですよねですから、あのー、馬群の中で足も貯めることができますし連騎手だったら、あのー、うまく立ち回ればですねここで押し切る可能性もあり得るかなというようなところで、まあ、とにかく瞬発力勝負に弱くはなってきてるんでそのなだれ込みとかですねタフさっていうところを生かしてしぶとさを生かせればっていうような感じなんですよね。 まあただ馬場に関してはやっぱり両馬場の方が良かったんでまあ他の馬たちも馬場に苦しむ可能性があるんですがこのウィン・マリリも苦しむ可能性があるということでその辺は心配なんですが、まあ、ただ連騎手だったらある程度入れ替わりの激しい展開とかでも馬群、まあ、つかなきゃいけない時であってもある程度は動かせるオ l ルジョッキーではありますので。 ジョッキー含めてちょっと今回は面白いところあるんですが、まあ、ただ、あのー、直線でいい末脚を使わなきゃいけないような長く切れる足を使わなきゃいけないような展開になった時には脆さが出やすすいですね赤い糸赤い糸は去年のエリザベス王杯を飼ってるわけなんですが、まあ、その時も穴馬候補の仕事ぐらいには挙げてたと思いますね。でですすかからフロックとは思わなかったんですが まあただやっぱりハマったっちゃハマりましたしあの前が結構苦しんでくれた中でミキが大胆ににに結構早めに外からまくるよように動いていてったんですよねであのまあ多少その仕掛けは早かったんですが、まあ、でもまあ不利受ける可能性があるということを考えるとマイペースで行っちゃった方が良かったっちゃ良かったので、まあ、その形で早めっていうような形で押し切ったっていうような。 まあ、あのはまってもいるんだけれども能力の高さも感じる内容だったんでまあフロックというふうに思われるぐらいだったらまたいつか狙ってやろうというふうに思ってたんですがまあでもですねやっぱり今回の方が相手が強いですし去年はやっぱり馬場がある程度良かったのでそういうような何というかどっかのタイミングで一気にいくとかそういうような競馬がはまった部分があるんですよね。 でも今回の馬場だと馬場が荒れてたり渋ってたりなんかしますんでごまかしが効かないところがあるんで、まあ、本当に他の馬たちが苦しんでくれて直線バッタリとかだったら赤い糸をはまる可能性もあるんですけれどもただ赤い糸自体もちょっと気持ちが切れ出してるというかですね途中で走るのをやめるような感じも出てきてますし、まあ、ちょっと素足の持続性ということに関してもあんまり最後まで持たなくなってきてるかなというようなところがあるので。 まあそう考えると直線向いた時に馬群の中にいて前がたまたま壁になって直線半ば以降にスッと足を使うとかそういうようなはまり方とかもしくは馬群の中にいて闘争心がついてに火がついて集中力が続くとかそういうような感じじゃないとまあちょっとそのライラックはまあこの馬はまあ,ある程度素質はあるとは思うんですがまあただ 瞬発力もも目立つものはないですしかといって能力的に抜きんでたものもあるわけではないのでまあ変にバランスがよくてあのどういう乗り方していいか分からないところがありますね。まあ、馬群の中から器用に小足使ってスッと抜け出すような競馬ができればそういう馬なら乗りやすいんですが基本的には極端な戦法をしなきゃいけないっていう、まあ、ある意味不器用なところもあるタイプではあるので。 まあ相手も強いですしなかなかちょっとあのはまりきるイメージが湧かないところがあって距離的にも少し長いいかなと思いますね。テルゼットテルツェットはですね、まあ、この馬は例えば両馬場であればですねきれいな馬場であればこの距離でも狙ってみたくなるところがあるんですよね。というのは、まあ、以前は華奢なイメージがあったんですがだんだんと底力つけてきてて。 マイルの厳しい重傷とかでも。正攻法の競馬で力強く伸びて押し切ったっていうような内容もありましたし。まあ、結構強いテルゼットって強い馬なんですよね。ただ、あの馬場が荒れてきて、馬場が渋ってっていうことになると。直線で一足使うっていうような展開があんまり考えられないというか、コーナーから足を使って、さらに直線でも足を使うっていうような展開になる可能性が高いので。やっぱり やっぱりそううううななななるるとどうなのかなっていうような感じがあるんですよね、まあ、ただこのテルゼットっていう馬はあのマイペースでまくるような競馬だったら結構足長く使えるようなところがありますしもしくはこの馬に関してもどっかで馬群の中で逆に不利があって足が溜まるとかで最後伸ばすみたいなそういうような競馬になれば足は持つ可能性もあるのでまあとにかくその。 まくるような競馬だったら長く足が使えるまくるような競馬じゃなければ使える足が短いかもっていうところなので、まあ、その辺をうまく立ち回りでカバーできるかっていうところですねウィンマイティウィンマイティは、まあ、この馬も最近すごくいい馬体で出走してきたりなんかしててで、まあ、ここ2戦もいい内容では走ってるんですが、まあ、ただ 前走なんか見ても分かるとおりちょっとその一旦進路がスムーズにいかなくてゼロから脚力で足を使わなきゃいけないっていうような競馬だと一瞬は伸びるかもしれないんだけれども長く足が使えないとかそういったようなタイプで、まあ、ですから一番いいポジションを取って一番いい進路を取ってっていうような形だとある程度最後まで足が持ちやすいんですけれども、まあ、ちょっとでもポジション悪くなったりロスが生じたりなんかすると。 使える足が短くなったりだとかあれあれっていうような競馬になりやすいので、まあ今回入れ替わりの激しい展開になったりとかコーナー足を使わさコーナーから足を使わされる可能性が高いということになると、まあ、ジョッキーの技術面含めてですね、最後まで足を持たすことができるのかっていうような感じではありますよね。まあ、ただ和田隆司騎手はですね結構その内へ入れる意識が高いので外枠引いてても。 いつの間ににやらうちススルスルとと入ることもありますし、まあ、その形で、まあ、さっきから言ってるんですが他の馬たち同様前に壁ができてですね不意受けてでも足がたまってラスト200とかで足が使えたりなんかすればそれはいい形になるかもしれないのでその可能性はなくはないんですが、まあ、ただやっぱり基本的には1008とか2000とかでいい流れに乗りやすいようなコースとかメンバー構成の時に狙いたいっていうところはありますね。 ジェラルディーナは、まあ、もちろんジェンティル・ドンナの娘ですんで注目はしてたんですが、まあ、ただそういった中で気象的にチャカチャカしたりだとかまあなんかふわふわした感じもあったりなんかして、まあ、恐る恐る乗らなきゃいけないようなイメージがあってちゃんと足がたまるかどうかとか不安がありましたし。 まあこの感じだと成長しないまま終わる可能性が高いかなっていうふうに思ってたんですがまあここにきて馬がガラッと変わってきましたねまあしっかりと必要な筋肉がついたっていうのもあるとは思うんですけれどもまあこんなに馬は良くなるもんかっていうぐらい不思議なぐらいに化けましたねただあの結局はですね前走なんかでもコーナーから他の馬たちが足を使っている中で 前に壁を作りながら我慢に我慢を重ねてそれで直線内の方からスルスルと進路が空いてスコーンと抜けたっていうような感じなのでやっぱりうまくごまかした競馬にはなってるんですよねですからまともにコーナーから足を使わなきゃいけなくなったら直線の素足の切れも鈍りますしまあやっぱり。 この大外枠ということを考えるとどこかで前に壁を作れるように内に入れるとか爆音に入れるとかそういうような形でさらに直線向くまで我慢が利くようにうまく立ち回れて直線爆発っていうののり方ができないとやっぱり持ち味が生きないっていうところがあってまあ本当にその前走の直線の伸びとか大飛びでスケールの大きい伸び ま、これが常に出せるようになったら相当な器になるなとは思ったんですが、ただああいうような競馬ができることって本当少ないと思うので。まあ、今回のバ場コース相手関係枠っていうことを考えると。どうなるかな？っていうような感じはありますね。で、あとはクリスチャンデムーロ騎手がですね。今来日している短期免許のジョッキーの中で一番調子が悪いというかですね。若い頃と比べて馬が動かなくなってますし、あとは。 焦って馬群やうちの方を突くようなちょっと進路取りのミスとか慌てた騎乗も多かったりなんかしますんでまあ一発の好機場はあるかもしれないんですが安定性ということに関してもジョッキーにも不安があるっていうような感じですね。以上ですす失礼します